よし、思いっきり戦いそう。それはいいが、周りは巻き込むなよ。さて、私の番ね。自慢の蹴りをご馳走してあげるわ。持っていただ、私に任せて。当たると痛いよ。みんな下がってて。とりゃ今がチャンス。まあやってみるか。頑張っちゃうね。輝け。やるじゃん。頃合いね。一斉に食らいなさい。はあ、ありがとう。なかなかやるな。さて、私の番に自慢の蹴りをご馳走してあげるわ。元気、すごいのいくよ。なかなかやるな。うぐぐ、勝ててよかった。いいかな。ねえみんな、この後まだ時間ある？はい、大丈夫です。何かありました？ちょっとね、いい感じに時間が潰せたし、準備ができたはずだから。ん？おーい、みんな、用事は済んだのか？お二人も今日はお仕事終わりですか？へへ、実はもう一仕事あってな。さ、入って入って。仕事お疲れ様。それとみんな、オートへいらっしゃいませパーティー。パーティー、私たちのために。今日のところはおごりだ。腹いっぱい食ってけよ、みんな。やったー、食べるの大好き。私までいいんですか？ありがとうございます。みんな席に着いたな。それじゃ、今日の主役から一言。ちゃん頑張れ。今日は私たちのためにこのような会を開いていただいてありがとうございます。不安な気持ちもたくさんありましたけど、皆さんに支えられて、ようやく夢への立派な錬金術師としての第一歩を踏み出せた気がします。本当に本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。何も赤く、全ては遅かった。おやすみ、ナナ。
おお、なんか変な夢見た。よかった、起きてくれました。アーシャ、おはよう。どうしたの？どうしたのじゃないですよ。近くを通りがかったら倒れてたので心配だったんです。風が気持ちよかったから寝てただけ。心配かけちゃった？悪かったわね。こんなところで寝てたら風邪ひきますよ。ちゃんとお家で寝てくださいね。そういえば前お渡しした傷薬はどうでしたか？ちゃんと聞きました？バッチリ聞いたわ。さすがアーシャね。感謝感謝。まあでも私戦闘だけが取り柄だからあんまり心配しないでね。丈夫なのよ。なんだか放っておけなくて。バレリアさんいつも傷だらけだから。あ、いた、アーシャさん。トトリちゃん、どうしたの？露天のおじいさん、また咳が止まらなくなっちゃったみたいで、ちょっと見てもらえますか？あらら、心配だね。ごめんなさい、バレリアさん。今日はこれで。ええ。またね、アーシャ。そしてトトリ。よほういい子だわ。お嫁に欲しいくらい。でしたか？外で倒れてたから声をかけてたの。でも寝てただけだったみたい。あ、ご心配をおかけしてすみません。ちゃんと家で寝るよう言っておきますね。うん、お願いね。それで風邪ひいて薬が必要だなんてならないように。はい、またただいま戻りました。おかえり、フロッケ。私お腹空いちゃった。それにしても今日は戻るの早いわね。いつもは夜まで仕事してるのに。それが今日は売れ行きがすっごく良くて、売り物も少なくなってきたので切り上げてきたんです。売り上げの一部はお家賃の支払いに当てましょう。そろそろ払わないとここを追い出されてしまいます。その分食事は少し我慢してもらうことになってしまいますけど。それは仕方ないわね。悪いわね、いつも稼いできてもらって。私の本業はなかなか仕事少なくて、かといって普通に働くのはどうも苦手で。気にしないでください。行商のお仕事は楽しいです。それにフロッケがこうして暮らしているのはバレリアさんのおかげですから。せめて荷物の片付け手伝うわよ。そのバレリアさんが触るともっと賑やかになって。そうね、おとなしくしておくわ。
片付け、どうも苦手なのよね。あれ?どうかした?ない、ないんです。お金を入れてあった袋が。どうしよう、どこかに落としてきてしまったんでしょうか。それか盗まれたか。だとしたら許せない。ええ、許すもんですか。そんな、あれがないとお家賃が、フロッケたちの家が。泣かないで、探しに行ってくるから。絶対見つけてみせる。たったいまー。ず、何やら不穏な雰囲気だね。ハイディ、実はフロッケが稼いだお金が入った袋をなくしたらしくて。ごめんなさい、フロッケたちの、三人の大事なお金なのに。ふはーん、そのことか。じゃーん、これなんだ。あ、フロッケの袋。ハイディ、でかしたわ。よーしよしよし。で、どこで見つけたの？親切なお嬢ちゃんが拾ってくれたんだ。持ち主を探してたから私が引き取ってきたよ。それってもしかしてあの時の。あんたみたいなうさんくさいやつに預けるなんて、とんだお人よしもいたものね。ご飯でもたからおうと思ったけど、その気もうせたよ。あんた、オートもまだ捨てたもんじゃないよね。で、誰がうさんくさいやつだよ。ラブリーのハイディちゃんを捕まえて。よかったです、本当に。さらに二人にいい知らせがあるんだ。その口調に表情、お金に関係することね。ということは、ピンポーン。月影の会から魔物討伐の依頼を取ってきたんだ。来たわね、来たわね。はあ、この時を待っていたわ。久々の仕事だよ。依頼の内容は、湿地帯に現れる魔物の討伐ね。いいじゃない、討伐、腕が鳴るわ。月影の会に依頼が回ってくるくらいだし、冒険者連中も手を焼いてるみたいけど、私ら二人なら余裕。私はただ敵を倒すことしかできないけどね。細かいことはどうも苦手で。そこが重要なのよ。私は頭脳労働担当。バレリアがいなきゃこんな依頼受けてないって。私が作戦を立て、バレリアが実行する。まさに最強のコンビでしょ。早く戦闘して、早く報酬を手に入れるのよ。家賃が払えなくて追い出されちゃうわ。それもそうだけど、もっと重大なことがある。この仕事は期限付きなのよ。具体的に言うと、明日の夜まで。知ってるでしょ、月影の会は約束を守らない奴にはとことん厳しい。家どころか、この王都から、いや、カラスによってこの世から追い出されるかも。今日中に終わらせるわ。フロッケも待ってるしね。任せたよ、相棒。私に任せて、やっちゃうから。見せてあげる、手加減なしでいくから。
痛いじゃ済まないわよ。手加減なしで行くから。勝ち。少しは楽しめたけど、その程度？ねえハイディ、今のが討伐対象の魔物ってわけじゃないわよね。もちろん、お楽しみはまだまだこれからってことで。待ちきれないわ、早く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 。焦らない、ジタバタしない。体も温まってちょうどよかったでしょ。それに油断しないでよ、依頼の魔物は相当厄介なやつみたいだし。厄介上等よ、いざとなればハイディもいるし。頭数に入れないでよ、実際に戦うのは相棒。怪我しないでよ、本当に頑張る。シュッシュッシュッ。ま、気長に待とう。お菓子食べる？うんうん。来た！やっちゃえ相棒！やっちゃうわよ！肩慣らしには良さそうね。しまった。さあ腕組む。手加減なしで行くから。手加減なしで行くから。全力を出せそうか。私の本気ご馳走してあげ。これでおしまい。次の敵はどこかしら。体してるじゃない。しかも素早い。情報通り。いいわねいいわね。じゃあこっちも行くわよ。ちゅ、あまり効いてないって感じね。やっぱりコアを叩くしかないか。相手は普通の攻撃じゃびくともしない。倒すには頭のとこにあるコアを壊すしかないよ。それなら距離を詰めて「そいよ！」って叩けば終わりね。そう簡単にいきゃ苦労しないよ、バレリアさんよ。図体がでかい割に相当素早いんだこいつは。ただ策は考えてある。指示した場所に誘導して。
これで終わりよ。私ら最強コンビの勝利。これで追い出されなくて済むわね、この世から。うん、それに報酬もがっぽり入る。今日は3人でパーティーだ。早く帰ってフロッケにも報告するわよ。ちゃんとしたご飯はいつぶりだろうね。フロッケもつい気合が入ってたくさん作ってしまいました。おいしいおいしい、とろけそう。お口に合ったならよかったです。この料理前にも作ってもらったことあったっけ？いえ、ありません。少しお高い食材が必要なので、とてもとても。そう、どこかで食べたことがあるような気がしたんだけど。なになに、もしかして昔の記憶が蘇った？ダメ、思い出せないわ。記憶戻らないですね。ハイディと会った3年前より前のことは全く。自分がどこで生まれたのか、どう生きてきたのか、親の顔も何も思い出せない。無理して思い出さなくたっていいんじゃない？ろくな親じゃなかったかもしれない。私みたいに親から逃げてきたのかも。でもお父さんやお母さんに会いたい気持ち、フロッケにはわかります。フロッケの親もいつか見つかるといいわね。はい。そういう意味じゃ私たち似た者同士だよね。親がいなくなっちゃったやつ、親から逃げ出してきたやつ、そして親の顔も思い出せないやつ。ま、似た者同士、これからも末永くよろしくってことで。はい、よろしくお願いします。ハイディさん、ファレリアさん。ええ、よろしく。そして、おかわり。無理して思い出さなくたっていいんじゃない？私もそう思うけどさ、やっぱり気にはなるのよね。地上は全然違うけど、星空は故郷の村の空と同じだ。お母さんは何してるかな。ねえ、まだ帰りたくない？僕もだよ。
もしかしてここってそういう場所？確かに二人組が多いような。あ、早く帰って明日に備えようっと。あれ、イザナちゃんまだ寝ないの？うん、ちょっと久しぶりにこれを読みたくなって。あ、それ私があげた騎士の物語のやつ。オートについてからさ、また読み返したくてうずうずしてたんだ。うんうん、たまに読み返したくなることってあるよね。まだ持っててくれたんだ。もちろんだよ、一番好きな本だもん。この本に出会えたこと、レスナちゃんに感謝してる。そこまで言ってもらえるなら嬉しいな。プレゼントしてよかった。ねえねえ、どんなところが好きなの？やっぱり正義を貫く騎士の姿かな。自分の信じる道を進む志がかっこよくてさ。わかる、自分もあんな風に生きたいって憧れるよね。そうそう。って、もうこんな時間？レスナちゃん、早く寝ないと明日に響くよ。ほんとだ。それじゃあおやすみ、イザナちゃん。おやすみ、レスナちゃん。持ち物よし、身だしなみよし。うん、今日も張り切っていこう。今日はカフェで待ち合わせ。とっても早起きしたし、きっと一番乗りだね。先輩方に私のやる気を見せる絶好のチャンス。好機一すべからず。なんで、どうして、まだ昼になったばかりなのに、どうして。あ、もしかしてこの早起きに立派な錬金術師になる秘訣が。やっぱり綺麗だなこの髪。そう思わない？私はあんまりそういうの気にしたことないからな。でもそれだけ長いのもすごいよね。あんまりいじらないでください。くすぐったいです。先輩方って普段こんなお話をするんだ。私は今先輩方のありのままの姿を見ている。すごくいいです、先輩方。今私の中に熱いものが駆け巡っています。何してるの？今そこにはね、幸福が詰まってるんだから。え、え、何が見えてるの？あれ、もしかして私がおかしい？あ、レスナ、うん、壊れちゃった。レスナちゃんって深いな。レスナちゃん、おはよう。おはようございます。今日もやる気いっぱいですね。ねえねえ、せっかく早起きして時間もあるんだし、町の外まで散歩にでも行こうよ。はい、喜んで。バレリア、パパッと行こう。ええ、そのつもりよ、ライザ。うんうん、絶好調。自慢の蹴りをご馳走してあげるわ。あたしの番。せー、頑張りましょう。それそれそれ、体が崩れたぞ。
どうしよっかな。体が重い。行くわよ。よーし。ふう、すごーい。そろそろ仕上げと私の舞を見せてくれ。じゃあ。イエイ、今よ。すごいの行くよ。みんな下がってて。とりあえず体が頑張っちゃうよ。輝け。うんうん、絶好調。認めさせてあげる。負けないよ。気持ち悪い。せーすごい攻撃。錬金術の神髄見るといいわ。覚悟しなさいよ。全力でいくわよ。バレリアの強そうだね。覚えときなさい。いい感じだ。すごーい。すっごいの準備できてる。これをこうして。危なかった。うん、いい運動になった。目もバッチリ覚めましたね。それじゃあ体も温まったところで依頼を見ていこう。早速ですね。どれどれ。新種の植物の調達？うん、次に挑戦する依頼はこれがいいかなって思ってる。なになに？最近湿地で2種類の新しい植物が見つかりました。研究に使いたいのでどちらでもいいので現物を見つけて持ち帰ってほしいです。もし可能であれば2種類ともお願いします。それぞれの植物の特徴は以下の通りです。あ、ちゃんと特徴が書いてある。これなら見つけられそうですね。そうは言っても文字で書かれた情報のみだからちょっと苦労すると思う。でもきっとレスナならできる。引き受けてくれる？はい、もちろんです先輩。あ、いい返事。じゃあよろしくお願いね。おや、また君たちか。よく会うね。オスカーさん、湿地の調査は終わったんですか？いや、まだ途中なんだ。新しい子たちとの出会いが多くてな。今日もまだ話してない子に会いに行くつもりさ。私たちも湿地で新種の植物を探そうとしていまして。そいつは気になる情報だ。オイラも一緒に行っていいかい？え、よろしいのでしょうか。オスカーさんの足手まといになっちゃうんじゃ。いいんじゃないレスナちゃん。それじゃあ強烈至極です。よし、それじゃあみんなよろしく頼むよ。バレリア、パパッと行こう。ええ、そのつもりよ、ライザ。集中集中。自慢の蹴りをご馳走してあげるわ。あたし、すごいの行くよ。頑張ります、みんな下がってて。とりあえず私が道を切り開く。頑張っちゃうよ、輝け。集中集中。認めさせてあげるなよ。全員で行くぞ。これならきっと。はあ、当たれ。やるぞ。元気いっぱいだよ。俺の番か。崩れたぞ。どうしよっかな。すごく覚悟しなさいよ。バッチリね。輝け。
うんうん、絶好調。自慢の霧をごちそうしてあげるわ。まだまだ、こんなところで負けてられないわ。バレリア、パパッと行こう。ええ、そのつもりよ、ライザ。うんうん、絶好調。見とれさせてあげる。わー、うん、いつでも行けるよ。これは私に任せて。ああ、私、みんな下がってて。とりあえず落ち着いていくぞ。頑張っちゃうわ。輝け。いい腕だ。さて、私の番、見とれさせてあげる。全力を出せそうだ。これならきっと行くよ。よいしょ。あ、悪い。やるぞ。元気いっぱいだよ。当たると痛いよ。力この力使いこなし。俺はもう負けない。うわ、意外ときつかったな。よし、思いっきり戦えそう。それはいいが、周りは巻き込むなよ。全力で行くわよ。あたしに任せて。準備バッチリ。あたしの番。それそれそれ。頑張っちゃうわ。輝け。いい腕だ。集中集中、見とれさせてあげる。一気に行きましょう。これならきっと。はあ、当たれ。よーし、惜しかった。やるじゃん。すごいの行くよ。体が隙が見えるわよ。すご、覚悟しなさいよ。倒した。うん、輝け。さて、私の番、見とれさせてあげる。私だって。さて、私の番、見とれさせてあげる。いい感じね。次に進みましょう。昨日と同じ場所までは来られましたね。でも依頼の植物はもっと奥まった場所で見かけたようですね。じゃあ早速奥まで調べてみよう。みんな今日もよろしくな。今回はちょっと珍しい子を探してるんだ。何か知ってたら教えておくれよ。はあ、早速植物と会話してるんですね。ちょっと静かに。ん？珍しいことならあった？一体何だい？ふむふむ。どうやら昨日の夜、女の子の二人組がここで一暴れしたみたいだ。昨日の夜。この湿地って夜になると強い魔物が出るんじゃありませんでしたっけ？そうなのか。じゃあ相当腕に自信があるってことだな。あれ、レスナちゃん、早く先行かないの？待って、今行くから。こんにちは。また来たよ。その話はまた後でな。今日はもうちょっと先に行きたいんだ。
もしかしてひっきりなしに声をかけられてる？すごく人気者なんですね。ああ、この辺りの子たちとはもう仲良しさ。ねえねえ、この子はなんて言ってるの？ん？ちょっと待ってな。大丈夫？レスナちゃん。なるほど、ありがとな。この先一段深くなってるってさ。うん。うわ、どうしたんだ？大丈夫か？できればもうちょっと早く言ってほしかったです。ごめんよ、なぜかみんな小声で喋ってて聞き取りづらかったんだ。小声？なんかやけにみんな静かにしてるんだよな。どうしたんだろう。バレリア、パパッと行こう。ええ、そのつもりよ、ライザ。ぐっ、体が重い。自慢の霧をご馳走してあげるわ。私に任せて。せーい。あ、みんな下がってて。こりゃいい流れね。どうしよっかな。目が輝け。くっ、私の番。当たると痛いよ。いい感じだ。これでどうだ。さすが。あ、悪い、なかなかやるな。隙が見えるわよ。頑張りましょう。これもおまけ。さて、私の番ね。自慢の霧をご一緒してあげるよ。これをこうして、うわー、あー、いっぱいだ。うわー、蒸れる。レスナちゃん、耳拭いて。はいはい、相変わらず湿気が多いところが苦手だね。気持ちはわかるけど。これに関しては達人だから。ふん、ありがとう。これでしばらくは大丈夫だよ。はあ。レスナさんのこと嫌いになりそうです。同じく。いいが、周りは巻き込むなよ。ぐっ、全力で行くわよ。痛い、痛すぎるよ。気持ち悪い。当たると痛いよ。すごい、覚悟しなさいよ。今がチャンス。体が崩れたぞ。私がなんとか。ぐっ、全力で行くわよ。バレリアよ、覚えときなさい。はあ、当たれ。よ
しい。やるじゃん。すごい元気いっ、すごいのいくよ。今なら何でもできちゃう。それそれそれ、やる気満々だ。輝け。さすが。最初に書いてあった特徴通り、これだよ。レスナちゃん、本当だ。これで残るはあと一つだね。これだけ持って帰れば十分じゃないかな。もう一つはできればって話だったし。でも完璧にこなしてこそ立派な錬金術師だと思うんだよね。ここまで探してやっと一つ見つけたんだよ。もう一つ探してたら遅くなっちゃうよ。せっかくここまで来たし、もうちょっと頑張りたいんだ。レスナちゃん、そこまで言うんじゃ仕方ないな。もっと奥まで行ってみよう。そうだね、ここまで来たんだからとことんやってみよう。ありがとうございます。もうちょっとだけ、もうちょっとだけなので。もうちょっとなら大丈夫なのかな。素材は大体取り切ったかな。よし、敵だ。バレリア、パパッと行こう。ええ、そのつもりよ、ライザー。みんな、気を引き締めていくよ。さて、どこから攻めて。自慢の蹴りをご馳走してあげるわ。なんだと。負けないよ、すごいの行くよ。じっくり、みんな下がってて。とりあえず逃がさない。まだ体が痛くてね。ちょっと輝け。この戦いの緊張感、うんうん、絶好調。行くわよ。よいしょ。助かる。ふう、すごい。私が道、全力で行くわよ。覚悟しなさいよ。今がチャンス。体が崩れたぞ。私の道を切り開く。ちょっと輝け。元気いっぱい。すごいの行くよ。だね。体を見とれさせてあげる。強そうだね。そろそろ仕上げていきます。はい、えい、受け止めて。はあ、探索終了だね。お疲れ様でした。湿地を出ようよ、魔物が出ちゃうよ。ああ、はあ、どうやら間に合わなかったみたいだ。え、どういうこと。植物たちが叫んでる。これは強そうだね。うー、やるしかない。ごめん、みんな私のせいで。そんなの後、まずは戦いましょう。